ペルディータは天皇星の第25衛星である。ペルディータの発見の経緯は若干複雑である。ペルディータの最初の画像は1986年1月18日にボイジャー2号が天皇星をフライバイした際に撮影されていたが10年以上にわたって新しい衛星であるとは認識されないままであった。1999年5月18日になって 公開されていた、ボイジャー2号の観測データの中から、エーリヒカル校舎科によって発見が報告され、S1986U10 というカリフ号が与えられた。発見報告が1999年であるにも、かかわらずカリフ号に1986とついているのは、発見の元になった画像が撮影されたのが1986年だからで、ある。 しかし、この時には、ペルディータの実在を確認する画像が撮影できなかったため、2001年に、この新発見は却下されていた。その後2003年8月25日に、ハップル宇宙望遠鏡を用いた観測で、マーク・アール・ショールターとジャック・ジェイリ・サワーによって、ペルディータの画像が取得され、予想される位置にペルディータが存在するのが確認された。この観測では、 1986年に同じく、ボイジャー2号で発見されたもののその後検出が確認されていなかったオフィーリアも再発見されている。上記の通り、発見報告後には S1986U10 というカリフ号が与えられた。その後2005年12月29日に、ウィリアム・シェイクスピアの儀曲、冬物語のレオンテスとハーマイオニーの娘にちなんで、 命名され、ヨーロネス XXV という確定番号が与えられた。ペルディータは、速攻的特徴や軌道要素がよく似たビアンカ、クレシダ、デズデモーナ、ロザリンド、ポーシャ、ジュリエット、ベリンダ、ジュリエットと共に、ポーシャ群を形成している。ペルディータの、キカールベドは0.08と測定されている。ペルギータの軌道は、ベリンダとパックの軌道の間にある。 ハップル宇宙望遠鏡での観測により、ペルディータの天皇星の周りでの肯定運動は、ケプラーの法則からずれていることがわかっている。これは、付近の衛星との軌道共鳴によって、動きが乱されていることが原因であり、すぐ内側を皇転するベリンダとは43、44の軌道共鳴を起こしている。また、ロザリンドとは8、7の軌道共鳴に近い関係にある。ありがとうございます。